災害関連死を防ぐためにいかに快適に過ごすかその防ぐための TKB をご紹介しましたが改めてこちらでえ振り返ります TKB の T はトイレです快適で十分な数のトイレがあることが必要です衛生面も大事になってきますそして K はキッチンの K です温かい食事が出れば栄養面さらには精神面でも楽になるのではないでしょうかう、ね、はい。そしてご紹介した B ベッドです。これマルタさん、会員ベッドですが、いろいろなメリットがこれありますよね。そうですね。まずあの床に寝ていますと、いかにまあのいくらマットを敷いてったとしてもどんどん体温を奪われますので、低体温症のリスクがあります。うん、あとはやっぱりどうしても距離感が近くなりますので、他の人からのあの感染症のリスクも上がります。あともう一つ重要なのが、高齢者の場合床から立ち上がるというのはものすごくハードルが高いんですが、<ー>ちょっとでもこういったベッドがあると、より日常生活と同じ動作をしやすくなりますので、運動予防って運動の運動 の予防ということでもいいと思います、うん、これメリット大きいですねベッドがあることねそう,そうですね、はい、今日はあのご紹介した透明工業のこの会員ベッド30センチぐらい高さあるので本当に実際に私も座ったり立ったりしましたけど楽ですし、はい、さらにこれ段ボールだけですので工具も必要ないんですね、はい、で、本当にもう2分ぐらいやれば全部組み立てられるのでいいなというふうに思いましたでもう一つ進んでいる国があるんですがそれがイタリアです、はい、イタリア、はい 避難所避難生活学会の水谷さんによりますと TKB がものすごく進んでいますトイレ見てみますとこのような青いコンテナの中にはこのような洋式のトイレが完備されていますそして B のベッドなんですがこちらはテントが並んでいますけどその中を見てみると段ボールではありませんが簡易ベッドがこのように数多くありますそして K のキッチン、うん、こちらはもうキッチンカーが出てですね<ー>このように調理をして 温かい料理が提供されるというわけなんですね。その温かい料理あるだけで全然違います、ね、そうですね。栄養面でも全く違ってきまして、どうしてもやっぱり災害の避難所生活になりますと、長期に持つもので常温で持つものってなりますので、炭水化物が多めになってしまうんですね。それによって高齢者は食欲が落ちてきたり、逆に子供はそればっかり食べて虫歯ということが今までの災害でも起こりました。で、こういった温かい食事ですと、ミネラルとかビタミンも含まれますので、非常にこう体を丈夫にしてくれますから、やはりこういった。 食事事というのは大事なんですね、はいであのー、今回ですね、このように紹介しましたがあの東名工業ではトイレの段ボール型の、まあ、水がないときに使えるものも作っていましたし実はイタリアでは48時間以内にこの TKB をしっかりと整備しなければいけないと法律でも定められているぐらいなんですね、まあ、ですからもちろん日本の自治体も頑張ったの避難生活え快適に過ごせるようにやっていると思いますがこれからも、このようにこれからはストレスなく。 避難生活している方が生活できるように少しでもこの避難生活を快適できるようになっていけばいいなというふうに願っています。